解く順番ってどうしてました？一般教養の最後の現代文みたいなの文章理解、あそこから必ずやるっていうふうにしてます。あ、そうなんですね、はい、本番もそれで。本番もそれですね。結構そこで今まで時間取られて、文章理解やってその後何人、はい、そこからはもう最初の順番通り、はい、順番通りっていう感じです。何分ぐらいで文章理解やる感じ？文章理解はどうですかね、10分15分。あ、まあそのぐらいでいいっていう感じなんです、ね。はい、ただどれぐらい時間かかるのかっていうのが、その今までの使用権の中で分からなかったんですよ。結構時間かかってたりもありますし、すんなり解けたりもありますし、これはちょっと当てにならないなっていうところで逆に一番前に持ってきた。あ、なるほどなるほど。初めは馬鹿正直1問目からやってたんですけど、はいはい、途中からやっぱりちょっと憲法で結構迷わされることが多かったんで、基礎法学とか、やっぱりもう行政法とか民法から行って、あと1時間ぐらいになってきたら一般知識の方に無理やり持っていって、はいはい、やれるとこやっていくので、やっぱり合格者としてはやっぱり自分で時間管理をやっぱりきっちりしてました、ね。だから、まあ、諦めるって変ですけど、とにかく何時になったらこっちへ移動するっていう。あんまり悩むんだったら飛ばすし、時間が来たら違うところに行くっていうのはやってました、うんうん。まず、大学でちょっと憲法と民法やってたので、はいはい、ここからエンジンをかけて、で一気に行くって感じで、途中から行政法も反復で勉強していったらこう分かるようになってきたんで、じゃあもう憲法から行政法で民法商法って一気に駆け抜けようと思って、そこで最初の1時間でとにかくで分からないところを突っかかるとダメだから、そこは飛ばす。それから文章が長いやつとかも飛ばすっていうのをどんどんやっていって、それでまず1時間かけて法令をやって、そこから私は記述に行ったんですよ。記述に行く。で記述をそこ30分かける、でその後多子選択やって、それから一般知識っていって形でやったんですね。で最後30分必ず余るようにして、そこで1回バーッとマークを全部書いてチェックして、あと解けてない問題を最後一気に見直して、それで最終的に全部揃えて出すっていう形にしたんで、だからもう本当に3時間みっちり使って試験は行政法からと入れた。総論から8問目からいけました。8問目以外に難しいのが入ってたりするんで、そこはまあ気にしないで。ただ民法は本当にちょっと鍵だと思ったんで、滑っちゃうと全然滑っちゃうんで、行政法で少し流してから、あんま遅いと民法がちょっと頭使うと疲れちゃうっていうことだったんで、行政法民法って流れを絶対欠版にして、そこはやってから、あとは一般知識行って。憲法行って会社法行って、でその都度ちょっといつも記述を全く見ないのは心配だったんで、ちょこちょこ見といて、なんとなくその時も時間ない時見ると焦っちゃうんで、見といてやるような感じしてました。どうでした？なんか模試が悪いとかと、やっぱりちょっとこう落ち込んだりとかしました？最後の模試になった時に全然行かなかったんで、やり方がうまく合ってるのかどうかも分かんなくなっちゃったし、受けるにあんのかぐらいまで落ち込んだんですけど、やっぱりまあ繰り返しになっちゃったあれなんですけど、僕は教室に行ってなかったので、その映像で先生がおっしゃることとか皆さんがその書き込んでることとかを見てたりしたんですけど、やっぱ最後の追い上げがやっぱ変わるっていうのを信じて、でまあ自分の信じたことやりなさいって、結果先生の言われたことしかやんなかったんですけど、そういうのが良かったというか、それしかやらなかったです。本当にもうそれ以外でやる時間もないし、なんかそうか、そういう感じでもう勉強することでなんか切り替えるみたいな。行かないんでこれダメだなと思ったりすごいしたんですけど、今はもうしょうがないんだ、やるしかない、やる量だけを増やしてしました。私も確かに模試悪いとあれとかって何やってんだろうとかと思うんですけど、確か先生のブログで落ち込んでる暇あったら勉強しろみたいなのがあったんですよ。傷口にしようっていう。それでおっと思って、そうだよなと、落ち込んでる暇あったら勉強しなきゃっていうふうに思って、そうもう気持ちになって。だからそのブログ読んでから模試のたんびにも悪くてもまあ伸びしろがあるとか思って勝手にそういうふうに思えるようになって。悩んでる暇とか落ち込んでる暇なくやってました。とにかく復習と、一回間違えたら絶対もう間違えないようにするっていうような感じでやってました。受けた模試が全て180点台で、最後はギリギリだったんですけど、ぴたりだったんですけど、なのでもうこれはもうどっちに転んでもおかしくないっていうところで、もうひたすら復習してましたね。ちょっと話が変わっちゃうけど、その辺どうでした？なんか直前の追い込みの時にやったことでこれが良かったなとか、本番で受けてみたらなんかこれやっぱやっといて良かったなとかってなんか結構先生の直前の講習とかでここが出るかもしれないってこうピックアップしていただいて、はい、やっぱああいうところを重点的にやってったら結構行政法のまあ、普通の択一のところで「これやったこれやった」っていうのが結構一番ネックだったのが行政法だったんで、そこで一気にガーッとこうもう間違いなくこれは正解だなって思えるのがずっと続いたので、それでこう落ち着けた。模試の時とかでやっててダメな時って「あれうわっ」とかってなることが多かったのが。その時はこれ先生の復習した時にあったって前の日とかに見てたやつが全部こう網羅されていったっていうのはラッキーはラッキーでしたね。もう直前期は合格何でしたっけずっと直前の部屋を貸してくれる自習部屋でしたっけ、渋谷の、はい、あそこを活用させてもらって、はい、もう6時ぐらいからずっとやってたんですけど、もうひたすら教科書を読み返したりとか44点アップ道場のレジュメ読んだりとか。あれでなんか結構そこでこうグッと入って、なんかもしかしたらいけるかもっていうような自信がついた時もあったので、なんか結構本当にだいぶ直前期はいろいろなものが入ってきたっていう感じはありました。やっぱ本番に行ってみたらやっぱりそこでこうやっぱりそれがそのまま出た。結構出てる。それとかやっぱり無重過失のところがあれで重過失ちゃんとつけたっていうのはなるほどなるほど。最後直前はなんですか、時効とかの何年っていうところがひたすらごちゃごちゃになってしまうんで、それをやったんですけど、そしたらたまたま期日で不法行為のところで出たと思うんですけど、ラッキーっていうところでやっといてよかったなって思いましたね。やっぱそうなのね、結構。